石ヶ谷清正は、江戸時代中期の旗本。石ヶ谷清正の父である、石ヶ谷秋前は、紀州徳川家家臣、岡本作の城の息子であり、石ヶ谷正明の子孫を称する、桑原長清の娘を妻にして、桑原氏を称し、後に、石ヶ谷氏に福した権威がある。しかし、関西重修書家父によると、清正の母は、紀州徳川家臣、雲んの部ぶえの、 娘とされているため、清正と石ヶ谷氏との血縁関係は不明である。教法16年11月23日、将軍、徳川義宗に初おまみする。教法18年12月16日御小難度となり、同年同月18日不意の着用を許された。また、義宗の法要に故障した時に鳥をい落として、褒美を賜ったという。 原文5年8月18日ご故障となり、同年12月21日十五位下瓶ごかみに除任された。延鏡元年11月20日に家督を相続した。延鏡2年9月1日より西城に禁止した。法歴元年に徳川義宗が皇居したため、同年7月12日に役目を解かれ寄り合いに列した。法歴2年5月26日に、 西条の小十人島となり、法暦三年三月十五日には、西条のおめつけとなり、法暦六年一月十一日には、佐渡奉行になり、法暦九年十月四日には環状奉行となり、法暦十二年六月六日には、長崎奉行を兼務したという。明和四年十二月二十六日に、長崎より江戸に戻る際、摂津、河内両国の水害を受けた地域を巡検し、 機内の収納のことを沙汰をしたことで、褒美として自腹産業を賜った。明和7年6月17日には、長崎武行の兼務を説かれ、下谷国津賀軍のうちに300国の領地を加えられた。安永4年9月20日、徳川栄春が日光山にモデル模様に対応するため、その宿場道を監視するために道地に赴き、 同年11月4日から田安徳川家の家老を兼務した。安永5年4月の日光社さんの時、街道の監視を受けたまって先導となったことで、6月27日に自腹産業と黄金五枚を褒美として賜った。勘定奉行を20年務めた後、安永8年4月15日に留守居となり、天明2年10月27日には職を辞して、より合いに列した。 同年11月10日に死没したという、環状奉行在職中の安永6年、元佐渡奉行として、佐渡の水替え人足の制度を発案し、翌年から市役が始まった。当時、天命の大飢饉などによる、政情不安により発生した無宿者が大量に、江戸周辺に流入し、様々な凶悪犯罪を犯すようになっていた。その予防対策として、懲罰としての意味合いや、 将軍のお膝元である江戸城下のため、犯罪者の予備軍になり得る無宿者を捕らえて、佐渡島の佐渡金山に送り、彼らを過酷な労働である鉱山に溜まった排水を外部に排出する仕事の人足として刺激しようとするものである。刑罰の遠投により送られた罪人であるる人と区別するため、水替え人足は島送りと呼ばれた。佐渡奉行の与田正常は、 佐渡の治安が悪化すると言って反対したが、半ば強引に押し切る形で、無宿舎が佐渡島に送られることになり、毎年数十人が送られた。ありがとうございます。